こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。この動画では、乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です、について紹介しております。他の作品にも少し触れているので、ぜひとも見てほしいんだぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。ねえねえ、魔理沙。ん？どうしたんだ霊夢？私といえば何を想像する？いきなり何なんだ？いいから答えなさいな。それは忖度なしで答えた方が良いのか？うん、バッチコイよ。そうだな、まずはお金にがめつくてずうずうしいところだな。で、ダイエットするって言った数分後には甘いものを食べてる意志の弱いところとか。ああ、極めつけは人にいろいろ紹介するくせに自分のものは見せないし、触らせないケチだな。マリサ、私のこと嫌いなの？いや、お前嫌いだったら遊びにも来ないし、こんなに楽しくおしゃべりしないだろ。えへへへへへ。え、オードリーネタさせるんじゃないわよ。いや、忖度なしにってことだから本気で言ったけど。それはそれで厳しい話になりそうね。まったく、厳しいのは乙女ゲーの世界だけで十分なのに。いや、現実世界でも厳しいだろ。で、話が進まないから割り込むのはやめなさい。はいはい、そんで今回はどうしたんだよ。私といえば、ナロー小説を紹介する人でしょ？いや、他にもアニメやら漫画の話も結構してるような気もするけど。おだまりさ。そのフレーズ気に入ったんだな。バレた？バレーでか。それじゃ、早速紹介していくわね。じゃ、よろしく頼むんだぜ。今回紹介する作品は、三島読む先生の、乙女ゲー世界はモブに厳しい世界ですよ。あれ？前にもこの先生の作品って紹介したことなかったか？結構前なのに、よく覚えていたわね。霊夢におすすめされた作品に関しては目を通しているからな。なんなの？あんた私を褒めてお金でも奪うつもりなの？いや、いらんて。まあ、いいわ。前に SF 小説紹介の際に、俺は聖刊国家の悪徳領主を紹介したことがあったわね。そうだな、よく覚えているんだぜ。この先生って、いろんな作品を書いている人なんだな。そうね、多分だけど三島先生といえば、セブンスが一番有名でしょうね。三つも書籍が出てるってすごい先生なんだな。誰が三つだけって言った？へ、違うのか？脇役勇者は光り輝け、全一巻。あれ、これは言って人が書いてるけど？そういえば伝えるの忘れていたわね。三島先生は元は言ってペンネームで小説を書いていたのよ。へえ、元は違う名前で執筆してたんだな。ドラグーン、竜騎士への道全4巻、これも有名な作品かもね。ここでもは言って名前で書いてるんだな。孤島の学園迷宮、全1巻。ここではもう三島先生になっているんだな。こんな感じで書籍に関しては6作品あるわね。へえ、かなりすごい数が出てるんだな。バタバタしていた期間が長かったから、もしかしたら私が知らない書籍もあるかもだけどね。ちなみに今回紹介する乙女ゲーと、聖刊国家に関してはコミカライズも出ているので、チェックしてみてね。相変わらずダイレクトマーケティング。ところで霊夢、今回紹介する乙女ゲーはいつものように霊嬢王女に当たるのか？ジャンル的にはローファンタジーになるらしいわ。そっか、それなら大丈夫なんだぜ。何か気になることでもあった？いや、前に霊夢が好きだって言ってた小説があったろ。紹介したのが多すぎてどれのことやら？乙女ゲー、モブでパッと思いつくだろ。それってひょっとして、玉露先生の乙女ゲーのモブですらないんだがのこと？そうそう、って名前出してよいのかよ。マリサ、二つほど訂正しておいてあげるわね。何これ怖いんだけど。玉露先生の乙女ゲーは、異世界恋愛っていうジャンル。ああ、で、二つ目は？好きじゃなくて、大好きなのよー。ごめんなさい。おー、って、やかましいわ。あんた姫の目の先生の漫画見たことある？こんなん大好きにならへんわけないやろ。地雷踏んでしまったな。霊夢さん、その説明だと漫画だけ好きなように見えますが。相乗効果は抜群よ。あ、ダメだ話になんねえわ。まったくこれだからマリサは。あの霊夢さん、そろそろ本題の話に戻ってくださいな。そういえば小説紹介していなかったわね。では、よろしくお願いいたします。はいはい、任せておいて。チャンネル登録。よろしくお願いします。男が主役の悪役霊嬢もの、異世界に転生したリオンは、貧乏男爵家の三男坊として、前世でプレイさせられた、あの乙女ゲーの世界で生きることに。いや、どの乙女ゲーだよ。そこは大地が浮かび、飛行船が空を行き交うファンタジー世界。だが、リオンは素直に楽しめない。まあ、いきなり違う世界に行ったら無理だろうな。なぜならそこは設定がふわふわした、あの乙女ゲーの世界だと知っていたからだ。だから、どの乙女ゲーだよ。そんな世界にリオンは、ゲームでは名前すら存在しないモブとして転生してしまう。モブって、主役または主要キャラクターではない名もない役という意味だったよな。そうそう、よく覚えていたわね。任せろ。
学園では女子のみが専属使用人というア人種を奴隷として連れるのが当たり前の世界。なるほど、女尊男卑の世界なんだな。男子はア人種を連れることも許されず、婚活では常に下手に出て苦労する。どこの世界でも男性って大変だな。しかし、あの乙女芸の攻略対象である貴公子の男子たちは例外で女子に囲まれちやほやされていた。うん、もっかい言うな。どの乙女芸だよ。そんな姿を見たリオンは、理不尽な境遇に怒りを募らせていく。まあ、そうなるだろうな。転生した先がふわふわした設定の乙女芸世界だと思い込んでしまったリオンは、平和の未来をつかみ取るためゲーム知識や卑怯な手を使い様々な困難に立ち向かう。最後さえなければ格好良いのにな。はずだったのだが、うん、ごめん訂正するんだぜ。って、感じであらすじは終了ね。この作品、タイトルだけで判断するとマリサみたいに勘違いされそうだけど、ロボットや魔法なんかが出てくる、ファンタジー作品になっているわね。ロボットまで出てくるのかよ。そこら辺の描写はさすが三島先生って感じで、かなり熱い展開が繰り広げられているわ。ちなみに出てくるロボットや宇宙船は課金仕様となっており、ちょっとしたチートアイテムでございます。なんで乙女ゲーでロボットとかに課金要素があるんだよ。そりゃ、あの乙女ゲーだもの。だから、どの。うん、もういいや。ちょっとだけ胸クソ展開があるけど、その後は基本的にスカッとするはずだから、続けて読んでみてね。あいあい、了解なんだぜ。ここから少しだけネタバレだから、聞きたくなかったらスルーしてね。物語の性質上、ハッピーエンドにはなりません。ちょ、本当にネタバレすんのかよ。だから、先にするって言ったでしょ？いや、前までだったらぼやかして言ってたろ？これは人によって受け取り方が変わると思うんだけど、みんなが幸せになる、ハッピーエンド。基本良い話で終わる、グッドエンド。まあかもなく不可もなく、ノーマルエンド。誰も救われない、バッドエンド。が私の中にあって、私的にはハッピーエンドではないってだけだから、もしかしたら他の人はハッピーに見えるかも。なので、マリサ。あんた読んで、どう受け取ったか教えなさい。もう読ますのは決定事項なんだな。いろんな意見が聞けた方が面白いでしょ？そうだな、ちゃんと読んで感想を伝えるんだぜ。ところで霊夢、なんで今回はこれを紹介したんだ？実は乙女ゲー世界はモブに厳しい世界ですが、2022年の4月にアニメ化することが決定いたしました。おお、おめでたいな。PV とかも完成しているので、よかったら見てね。いろんな声優様が出ていますが、個人的にはアンジェリカがめっちゃハマり役だと思います。ああ、うん。いつものやつだな。ちなみにアンジェリカ役のファイルーズアイさんは、ストップ。何よマリサ？そういうのはアニメの紹介の時にしなさい。確かに、結構いい時間だし、今回はこれくらいにしておこっか。とりあえず、他に伝えたいことはないか？2022年1月9日までツイッターにて、スキラの2021ゲーが開催されているので時間があったら投票しておきましょう。霊夢はもう投票したのか？一応、何票かは投票したけど作品が多すぎて絞れないのよね。へぇ、どんな作品に投票したんだ？内緒よ。自分で選んで、応援してほしいからね。というか、霊夢ってツイッターやってたんだな。実はさりげなく始めていました。なので、フォローしてください。それ自分で言うセリフじゃないぞ。とりあえず、一人10票まで投票可能なので気軽に数票だけでもしてくださいな。あいあい、了解なんだぜ。なんとか今回も紹介できたわね。いや、ほとんど紹介って感じじゃなかったけどな。まあ、私らしくってのがこうだからね。確かに。しかし、あっという間の1年だったわね。まあ、途中いろいろあったから余計だな。じゃ、マリサ。締めくくるためにお酒でも買ってきてちょうだいな。まったく、いつもながら人使いが荒いんだぜ。ほら、ちゃんとお席とかは用意しておいたから。仕方ない、行ってくるんだぜ。本編を最後までご覧くださいましてありがとうございます。チャンネル登録してくださった視聴者様、コメントをくださる皆様には感謝申し上げます。登録まだって方は動画作成の励みになるのでぜひともよろしくお願いいたします。私自身まだまだ未熟者ですが、これからも皆様と楽しめるような作品作りに励みますので応援のほど、よろしくお願いいたします。今年はこの動画で最後になりますが、来年からまたちょこちょこと投稿しますのでお時間が合いましたら、お付き合いくださいませ。皆様どうぞ、良いお年をお迎えください。新年も何卒よろしくお願い申し上げます。ご視聴ありがとうございました。ぜひともチャンネル登録をお願いいたします。それじゃ、次回動画でお会いしましょう。